どんなメニューも完璧に作れるようになってやる。料理の腕を磨いて損はないからな。お、今のはなかなか良かったんじゃねえか。忘れないうちにもう一回だ。気合が入るぜ。マカロン、失声菓子なのにえらく手間がかかってんだな。今後一口では食えなくなりそうだ。購買で新作スイーツが出たらしいぜ。エースのやつに聞いたんだ。あいつこの手の情報を得るのが早いよな。ラギー先輩にサボテンの話を振られると身構えちまう。料理して食う地域もあるって知ったせいで。料理経験なんて家の手伝いぐらいだが、真面目に取り組めば上達するはずだ。努力は裏切らねえ。お、今回は綺麗に焼けてるんじゃねえか。この香ばしい匂い、めちゃくちゃうまそうだ。運動で消費した糖質はトレーニング直後に補給するのがいい。甘いコンポートを食べると疲れが吹っ飛ぶぜ。学食で出たスープに大量のネギが入ってたよ。どうにか飲み干したが、匂いが鼻について参った。オーブンに入れて5分待つ。何にもしない時間ってのは苦手だ。し、調理器具の片付けでもするか。メレンゲ作りはいいトレーニングになりそうだ。泡立て器を使って。うりゃあ！生地を出しすぎちまった。まだまだ力加減がつかめねえな。絞り袋の扱いが難しい。うまかったか？まだあるからもっと食っていいぜ。勘違いするなよ。作りすぎて余ってるだけだ。